今回は Google の画像生成 AI モデル Imagen3 をブラウザから無料で利用できるサービスイメージ FX をご紹介します。この生成 AI は日本のことをよく理解しているということで、こんな感じの画像が生成できるようですね。天皇だと。イメージ FX のサイトを開いたら右上のログインをクリック。そのまま Google アカウントでログインします。この画面から画像を生成することができるのですが、ここに作りたい画像のイメージを文字で入力していきます。例えばバラが敷き詰められた湖に浮かぶ手漕ぎボートには、日本人の若い夫婦が水着で乗っていると記述します。翻訳して置き換えます。これでエンターもしくは作成をクリック。するとこのような画像を最大で4枚ほど生成してくれます。何らかの理由で生成できない場合もあるようです。例えばエッチな内容などのコンテンツポリシーに違反すると思われるような内容だね。このように入力する指示のことをプロンプトと言います。そしてこのイメージ FX では日本語でのプロンプト入力にも対応しているようですが、現状では英語でプロンプトを入力した方が精度が良いようです。I'm feeling lucky というタグをクリックすると自動でプロンプトを生成してくれます。ランダムでの生成となるので、気に入った画像が出たらラッキーです。その下部にあるタグをクリックするとプロンプトが追記されます。ここに表示されるのは品質や画風などのプロンプトのようです。なので画像のイメージを書き込んだ後に、ここからイメージに合うプロンプトがあれば追加すると良いでしょう。また入力したプロンプトはタグ分けされた後、連想するワードなどが予測変換されるので、プロンプトの一部を簡単に変更できます。ではどんな画像が生成できるのか試してみましょう。まずは汎用性の高そうなプロンプトを記述してみました。監督、女優、日本人、年齢、映画のワンシーン、予測変換でそれぞれ別のシチュエーションに変更できるよ。アクションシーンとダイナミックポーズを追加で入れてみました。こんな感じの画像になります。なんだか邦画やドラマを連想させられる雰囲気があります。アクションシーンをロマンティックシーンに変更してみましょう。このようにリアルで現実的な画像が出てきました。ではアングルやポーズ、シーンを適当に変えながら生成していってみましょう。ホラーシーンにしてみたらこんな感じの画像になりました。この辺の画像などは特にリアルで日本人的な感じがしますね。工事現場で働く女性を生成してみましょう。これなんかバチクソいい感じですね。女子プロ、本当にいそうなお姉様です。おじさんだってこんなにリアルでバチクソいい感じに生成されます。結構濃ゆい感じも出てきますが、このように薄味なおじさまもお手の物。次はシンプルにジャパニーズガールと入力して画像生成してみよう。お、これはいい日本人ですね。日本人から見て日本人だと認識できます。これ重要ですよね。クオリティもかなり高いですね。ミッドジャーニーのようにバチクソ盛ってるような感じではなく、シンプルで美しい画像が多い印象です。たまにアニメの画像も出てきました。
次は水着で行ってみましょう。普通に生成できますね。次は3人の女性。顔は似ちゃいますね。じゃあ3人のままで年代別に記述してみます。左からおばさん、少女、大人の女性がアイドルポーズ。おばさんの書き分けはできています。次はドラクエって書いてみます。これはいいスライムですね。じゃあファイナルファンタジーも。文字も書けるんですね。ちなみにダブルクォーテーションでテキストを挟むと、その部分のテキストが生成されるようです。日本語は厳しそう。マリオも出てきますね。羊のショーン。メイ。天皇陛下って入れたらどうなるんだろう。おっと、これは。ビットコイン。青汁王子。誰やねん。食べっ子動物。なんだか分かっていそうな感じがする。確かに日本にも精通しているようですね。今回はイメージ FX の紹介でした。画像生成関連のメンバーシップ限定動画もあるので、ぜひご覧くださいね。バイバイ。